夏祭り松本ボンボンは毎年8月の第一土曜日に長野県松本市の松本駅東側から松本城にかけて広がる中心街で行われる長野県下最大の夏祭りであり市内の地区名などを織り込んだ歌に合わせて踊る盆踊り的なイベントである長野県内では同時期に長野瓶鶴や上田和彫いなど地域振興や観光を目的とした同種のイベントが 各地で開催されており、その数は合計13にも及ぶ。1971年開始の長野瓶鶴や1972年開始の上田和書井の後を追う形で、1975年に企画され、大雨により中止の1回を除く毎年、開催されている。アルプスの里、歴史をしのぶ城下町に、響かせよう松本ボンボンの歌と踊りを、 おテーマに掲げている。名前の由来は、松本に古くから伝わる、女の子の行事、ボンボンからである。主催は、松本ボンボン実行委員会で、厚生団体として17の団体、企業が名前を連ねている。また、協力団体が12の団体、企業など、共産企業が55社である。開催場所は、江戸時代からの市街地、本町、新井伊勢町、 一勢町、中町、西堀、大名町、上土、緑町などであり、当日17時から22時の間、一帯は歩行者天国となる。連と呼ばれる参加グループは、一般公募であり、市内小中学校、高校、大学から、一般企業、観光庁、有志などからなる。連の構成人数は30人、以上200人以下と決まっている。 参加登録人数の増減や道路の整備状況により踊って回るコースが調整される。楽曲は4コーラスからなっており、トータルで3分ほどである。実際の祭りでは、メインコーラスが継ぎ目なくループするよう編集されたものを用い、通常18分、または21分で一区切りとなっている。通常21分の踊りを2回、18分の踊りを5回行い、途中に0分。 15部の休憩が挟まれる。時間帯は17時50分から始まり21時10分までとなっているが、未成年者などが多い村人は早めに踊りを終了することもできる。以前は21時半過ぎまで踊っていたが、2001年開催時より終了を21時に早め、参加者、関係者、見物客による一斉ゴミ拾い、ゴミゼロ運動が行われるようになった。 普通のボン踊りより曲のテンポは速く三場調とも評される。振付の動作は大きいが難しくはない。長野市や上田市のそれとは違い、振付の変更はルール上禁止されている。参加要項に松本ボンボンは踊りコンクールですと明示されており、毎年数名の審査員が各参加連の踊りを審査し、各賞を決定している。 基本の踊りができているか、マナーを守っているか、伝全体がまとまっているかなどを中心にチェックし、最優秀賞、優秀賞、マナー賞、アイデア賞、ユーモア賞、ハッスル賞、審査員特別賞、特別賞を祭りの終了までに決め、即日表彰を行う。前述の通り、企画、準備及び当日の運営は、松本ボンボン実行委員会で行っている。 2014年開催の第39回は過去最多の全315連約2万7100人が参加した。見物客は天候に恵まれれば例年二十数万人に達する。これは松本市の総人口の1割以上に相当する人が踊りに参加し、例年総人口に匹敵する見物客が集まることになる。コース延長は 約6 4キロメートルあるが、参加者の増加で調整が難しくなってきている。市民及び周辺住民の人気イベントとして定着しており、一部の人は省略して待つボと呼ぶ場合もある。テレビ松本では毎年生中継で祭りの模様を伝えている。JR 篠野の井線、JR 大糸線、アルピコ交通上高地線では臨時列車が運行される。 反響はブラジルにまで及び、楽曲は祭りダンスという踊りの中でも用いられている。ガイブリンクディスカバー日経参照。ありがとうございます。